浸炭された低炭素鋼の断面。表面よりにある黒い部分が浸炭できたパーライトで内部よりにある白い部分がフェライト。浸炭とは金属の加工において表面層の硬化を目的として炭素を添加する処理のことである。主に耐摩耗性を向上させるために行われる。浸炭は素材を硬化させるための準備であり、硬化そのものは焼き入れ焼き戻しにより行う。 芯炭された金属は表層の炭素量のみが多い状態となる。焼き入れに伴う硬化の程度は炭素量に強く依存するため、この状態で焼き入れを行うと内部は柔軟な構造を保ったまま表面のみを硬化させることができる。従って耐摩耗性と人性を両立させることが可能である。また芯炭後の後処理によって表面層と内部の間に応力が生じ。 これが我に対する抵抗性を与える。主に重機や機械部品などに行われる。CNC ガス浸炭炉の外観手法として、固体浸炭、ガス浸炭、液体浸炭、真空浸炭、プラズマ浸炭などが存在する。浸炭後には焼き入れ焼き戻しにより効果を行う。焼き入れは高低温の2段階で行う方法と1回で済ませる方法がある。2段焼き入れは、 素材内外で炭素量が異なり、従ってオースてないと変態温度も異なることを利用している。この方法は優れた性質が得られるが、直接焼き入れでもそれに近い性質が得られるようになったため、現在ではあまり使われていない。新炭焼き入れではしばしば残留を捨てないとが問題となる。非新炭剤の表面は炭素量が多いため、 焼き入れに伴って未変態のオーステナイトが残留しやすい。オーステナイト組織が存在していると変形、対魔毛性の低下が発生し有害であるため、心霊処理などによってオーステナイト組織をマルテンサイト組織に変化させる必要がある。焼き入れや心霊処理に続いて最後に焼き戻しを行うと一連の処理が完了する。量産部品の芯炭焼き入れには、各処理を自動で、 連続的に行うようにした連続炉が用いられている。診断の失敗例としては、診断が進行しすぎる過剰診断や、素大な結晶の発生による欠陥などがある。診断焼き入れでは、内部が低炭素であることが重要なため、一般的に低炭素鋼を対象に行われる。ジスでは診断用の特別な炭素鋼として3種類の鋼材を規定している。 炭素鋼で不十分な場合は、合金鋼を用いる。合金鋼には、炭素鋼のような新炭専用の材種はないが、SMNSCRSCM 材など、各種合金鋼のうち、C 量の少ないものが、新炭焼き入れの対象になる。ABCD 坂本拓、江戸木、機械材料基礎の基礎、日刊工業新聞社、2007年、102ページ。 ISBN 978から45億2605万8479ありがとうございます。